俳優やミュージシャンなど、様々な分野で活躍する芸能人の中にはびっくりするくらい顔が小さい人もいますよね。そこで今回は、並びたくない、と思う小顔すぎる女性芸能人は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。 3位広瀬すず、2位北川景子、1位、すべてのランキング結果を見たい方はこちら。並びたくない、小顔すぎる男性有名人ランキング早見もこみち、向井治を抑えて1位に選ばれたのは、これぞ正当派美人だと思う若手俳優ランキング浜辺美奈美、橋本環奈を抑えて1位に選ばれたのは、 有村霞が最高に可愛かった作品ランキング3位、ルローニケンシン、2位、ビリギャル、1位に輝いたのは、3位は、広瀬すず、女優として数々の作品で活躍している広瀬すず俳優の勝次郎が一緒にツーショット写真を撮って自身のインスタグラムに投稿した際、すずね0すず、顔どうした、ちっちゃすぎやしないか、会うたび小さくなっているよ。ちょっとさ、 もう甘おうじゃん、と驚きの声を上げたほど、広瀬にインタビューをしたフリーアナウンサーのスミレナもインスタグラムで、なんてお顔が小さいの、いろんな感情が入り乱れますが、冷静にインタビューすべく心がけました、とコメントしていました。そんな広瀬本人は自身のブログで、肌はねえ、やっぱり化粧水、乳液は必ずやってるよー 目はリンパマッサージして顔のむくみ取ったり、と顔のケアを怠らずにやっていると明かしています。2位は、北川稽子。女優の北川景子と共演したフジテレビアナウンサーの小沢洋子は、自身のインスタグラムで、お子さんを持っても、何にも変わらずキープされていて、相変わらずおきれいで、小顔やたるや、はぁ、あ、とため息混じりのコメントと共に北川とのツーショット写真を投稿。 さらに、糸目た大悟さんすごいなぁ、と夫である大悟のことも絶賛していました。そんな北川は、自身の顔について、実は私は父親に、特に鼻と輪郭はそっくりで、父はキリッとした顔立ちですが、私は弾丸だとずっと思っていました、と父親譲りであると明かしています。 また産後一年は、鏡を見ると見たことない疲れた顔をしていました、と、出産や子育ての影響が顔にも出ていたと話しています。1位は、斉藤明日香。乃木坂46の元メンバーで、現在は女優として活躍している斉藤明日香。 2023年12月まで放送されていたドラマ一番好きな花、富士テレビ系の公式インスタグラムで小顔ローラーをしている斉藤の写真が公開されるとファンからは、小さいお顔がもっと小さくなっていく、日本一小顔ローラーをしなくていいお方、小顔ローラーなんてしなくても十分お顔小さいから、など、小顔ローラー不要のコメントが相次ぎました。 バル、ドギザカ46在籍時は、メンバーから、鼻も口も目もどこをとっても可愛い、20、涙袋、真、顔の小ささすべて完璧、と大絶賛されていましたが、斉藤は自身の顔の小ささについて、全然好きじゃない部分、と明かしています。ドギザカ46在籍時から小顔であることが話題になっていた斉藤アスカが1位に選ばれた今回のランキング。 気になる4位から61位のランキング結果もぜひご覧ください。あなたが並びたくないと思う子顔すぎる女性芸能人は何位にランクインしていましたか